BA-330 または B-330 はアメリカ合衆国の民間企業ビゲローエアロスペースが開発している膨張式の宇宙ステーションモジュールである330立方メートルの内部空間を持つことからこの名前が付けられたそれ以前はノーチラススペースコンプレックスモジュールと呼ばれていた最初の打ち上げは2021年に アトラス V ロケットで予定されており、無重力環境を用いた科学、工学研究での利用が想定されている。また、将来的には宇宙旅行の目的地としての用途も考えられている。その他にも月や火星への有人ミッションにおける宇宙ヨットとして用いることや国際宇宙ステーションへの設置も考えられている。膨張式モジュールは宇宙ステーションを作る技術として、 いくつかの優れた特徴を持っている。膨張式モジュールは大きな居住空間を提供でき、クルーの生活空間や実験スペースとして活用することができる。このモジュールの外径は長さ45フィート、直径22フィートにも及ぶ。モジュールの重量は4万5千ポンドから5万ポンドと大きさの割に軽く、軌道上に容易に大きな施設を作ることができる。 モジュールの表面は高強度の布地とベクトランのような素材による複数の層から構成される。それらは流星陣やスペースデブルによるダメージに対して特に強固である。BA-330 は国際宇宙ステーションと同等の放射線防護を、またそれ以上のデブル等に対する防護を提供する。モジュールの大きな居住空間は月へ向かう宇宙飛行士や その他の長期間の宇宙ミッションをこなすクルーといった長時間狭い空間で過ごさざるを得ない人々にとって特にメリットがあるだろう。膨張後のモジュールでは外角はコンクリートのように硬くなる。BA-330 はモジュールごとに独立した構造となるように設計されており、以下のようなサービスを自分自身で提供することができる。トランスハブビゲローエアロスペースは NASA より入手した。 トランスハブの技術を発展させているが、その詳細は公開されていない。以下は、NASA が研究していた時点の技術についての記述である。トランスハブの膨張する外角はアニダースほどの層から構成されており、革新的な設計の驚くべきものである。これらの層は、時に弾丸の7倍もの速度で衝突することもある微小なスペースデブリや隕石に対応することができる。 外側の層は内側の複数の機密層を守り、モジュールの機密を保つ。また外角は宇宙空間の日向で摂氏百二121度、日陰では摂氏百二128度という過酷な温度から内部を保護する。デブリの防御で鍵となるのは連続するネクステルの層である。この材料は一般に自動車のボンネットなどに使用されており、工場の構造によりクッションのように機能する。 ネクステルと包丁の層により、衝突した粒子は粉砕され、深く侵入するほどエネルギーを失うことになる。外側から数枚入ったところには、モジュールの形状を保つための非常に強いケブラーの層が存在する。機密は、そのさらに内側の三つのコンバツアームの層によって保たれる。この材料は、食品の包装に広く使われている。 最も内側にはモジュールの内壁を構成するノーメックスの層が存在する。これは不燃性の素材で、また機密層を傷から守る役割も兼ね備えている。NASA トランスハブコンセプトビゲローは彼らの技術をニュースメディアに対して説明しており、膨張する外角に独自の技術としてベクトラン層を組み込んだものを定期道場の2機の実験機にて試験していることを 明らかにしている。ビゲローは環境制御生命維持システムのサプライヤーとしてオービテック社を選択している。ありがとうございます。